東京上野動物園、アフリカ産のカンムリヅルが赤ちゃんを産みました。日本では子供はできまいと言われていたのですが、母子ともに健全です。これは鹿の赤ちゃん。園長さんたちはせっかくの赤ちゃんを栄養失調にしては大変と大事に育てています。